恋しちゃったんですけど、多分気づいてないですよね。手のひらで震えたんですけど、なんだろう、それが小さな勇気になってたんですよね。僕って実は手文字苦手なんですよ。だけど君というか好きな人というか推しというか好きてからだったらワクワクしちゃうじゃないですか。返事ってすぐにしたらダメらしいんですよね。データには出てないんですけど、誰かに聞いたんですよね。でもそうは言われても駆け引きってできないじゃないですか。それがなんでかっていうと、好きだからなんじゃないかなと思います。恋しちゃったんですけど、多分気づいてないですよね。この歌詞は2番なんですけど、先に言っちゃいますね。もしなんですけど、嘘つかれてるとしても信じちゃうんですよ。なんでかっていうと、もうわかると思うんですけど、チェリーなんじゃないかなと思います。でもなんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか。はい、じゃあ指先でメッセージ送っちゃいます。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお願いしたいんですけど、コメントってあなたの感想ですよね。